猫舌。あっ。バイト暮らし。サンタクロースは知ってるよね。いや、知り合いじゃない。この男、実は。兄弟のふりしてここに住んでいるのは何のためでしたか。普通の暮らしをするためや。トラブルや喧嘩はダメ。そんな彼らに迫る逃れられない過去。俺だよ。この命に代えて恨みを晴らす。復讐に燃える男が利用するのは、かつてファブルが救えなかった少女。絶対罠だよ。あの時涙を流していた。責任や。普通ってのはそういうもんやな。早く吹っ飛べよ。ザ・ファブル。大丈夫？大丈夫や、問題ない。